Bonjour, je m'appelle Philippe Bâton et aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine pour y faire des plats comme à la maison. Philippe Bâton desu.今日は私のキッチンの中、皆さん一緒に簡単な料理作りましょう。ぜひチャンネル登録してください。Like してコメントしてください。N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un commentaire et de mettre un pouce si vous avez aimé. Aujourd'hui, nous allons préparer une omelette type espagnole, tortilla aux champignons. Voilà!今日はスペインタイプのオムレツ、トルティリアです。キノコのトルティリア。今日はトルティリア、スペイン風のオムレツの形です。オムレツエスパニョル。普段はオムレツエスパニョルはじゃがいもの、オムレツですね、トルティリア、ポテト。はい、でも今日は違います。まあとりあえずは、もちろん、今日も卵を使います。エシャロット、グルイヤチーズ、美味しい生ハム、イタリアンパセリ、4種類のキノコです。シャンピニョンドパリ、エリンギ、シメジ、マイタケです。最初は、エシャロットをみじん切り切ります。それから4種類のキノコ四角の形でカットしてください。それから生ハムの5ミリぐらいのサイズで切ってください。イタリアンパセリ、コンカセします。それから卵を割って生クリームとミルク、それからオリーブオイル、塩と胡椒をつけてください。みじん切りしたパセリは一緒に混ぜます。フォークでよく混ぜてください。フライパンを温めます。オリーブオイル、フライパンは熱くなってからエシャロット炒めます。キノコをソテーします。それから生ハム入ります。弱火で卵を入れます。でよく混ぜます。途中で周りの、残り卵は真ん中入れて、その上ちょっと、チーズ、グルエアチーズですね。210度3分。はい、3分経ちました。おお、はい、味見ます。熱い、キノコ美味しい。ぜひ作ってみてください。